江名市の明智ゴルフクラブ明智ゴルフ場で今日と明日の2日間行われている明智ゴルフクラブ杯トゥーザクラウンズこの大会の優勝者は来年春の男子ゴルフツアー第65回中日クラウンズへの出場権を獲得します今日の予選には全国から集まったプロとアマチュア合わせて70人が出場しほとんど風のないコンディションの中1打1打に集中した熱戦が繰り広げられています 今日の予選で上位30位タイまでに入った選手が明日の決勝ラウンドに進出します。